こちらは福島県双葉郡富岡町です。富岡町は浜通り地方の中央に位置し、夜の森公園の桜が全国的にも有名です。一方で町内の南には東京電力福島第二原発があります。第二原発は東日本大震災による地震の影響で停電が起こり、当時原子炉の冷却機能が喪失しましたが、原子力緊急事態宣言の発令により、 原子炉はすべて冷温停止状態になり、安全に停止しました。しかしながら、東京電力福島第一原発の事故により、当時およそ1万6千人いたすべての町民が避難を余儀なくされました。その後、2011年4月22日に福島第一原発から20キロ圏内の警戒区域指定により、原発関係者、復旧作業事業関係者、 一時帰宅申請をした住民などを除き一般の人は町内の全域に入れなくなりましたそして2013年3月25日警戒区域の再編により帰還困難区域居住制限区域避難指示解除準備区域に設定が変更され現在は同じ富岡町の中でも3つの状態に分かれていますそんな中で来年の4月に予定されている 帰還困難区域以外の避難指示解除に向けて除染や生活のインフラ復旧作業が進み先月11月23日に富岡町に複合商業施設桜モール富岡がオープンしました原発事故後双葉郡にホームセンターができるのは初めてだそうです23日にはその中のホームセンターがそして25日には飲食店3店舗がオープンし 富岡町の帰宅準備を進める住民以外にも、近隣地域の住民たちが訪れていました。また、原発や復旧作業にあたる作業員のニーズにも応えているようです。さらに来年の春には、スーパーやドラッグストアなどもオープンする予定だそうです。一方で、避難解除がすでになされているエリアでも、震災前の1割も人が戻らなかったり、戻っても高齢者ばかりになってしまったりと、 まだまだ課題は残されており避難指示解除による避難者たちへの住宅支援の打ち切りなども大きな課題になっています来年の春、富岡町、そして双葉郡は一体どのような状況になっているのでしょうか